ミユキ！抱きしめて、抱きしめ足りぬ我が子かな。へえ、ついに呼ばれたの、お父さんって。やったじゃないの、ひょうがちゃん。嬉しかったでしょうね、高見さん。そりゃさ、もう目なんかさ、こんなに泣き荒らしてさ。そう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 。だけど、照れてんですよね、お父さんって呼ばれたびに。なれるさ、じきに。これから14年分の父親業に精を出さないとな。大変だ、高見さん、これから。いいんだよ、それぐらいノルマがあった方が。でないとまたあの人いつはみ出すか分かんないからな。そうそう、その通り。それじゃ、お金の貸し借りはきっちりしてもらえるわね。お父さんだもの。そんな時はそばにいるよ、眠るまでそうしてるよ。太陽はどんな時も輝いているだろう。幸せになれるように優しい気持ちでいられる。ねえ、お母さんと兵庫くんやり直せないの？何言ってんだよ、みゆきは。バカなこと言わないの。だって兵庫君と私がこれから本当の親子になるためにはそうなるのが一番自然じゃない。そんなお父さん、お母さんのこと本当はまだ好きなんでしょ。何を言い出すんだこの子の。私はお断りよ。そりゃそうだよ。そうなの。Thank you.